風の加護を与えよう。こんにちは、風神です。今回はアグロウィッチ、使っていきたいと思います。で、いつもと何が違うのかっていうと、このピコ太郎で、PPAP を手札に加えてから、確実にレビューを引いていくと。やっぱこのレビーっていうカードがもう本当レジェンド並みの性能なので、レジェンドを手札に加えるみたいな、そんな感じでなかなか強いから。で、結構このマジックミサイル、顔にダメージ与えたり、デモンストライク、ルーンの貫き、忍ぶと、もうどんどん顔を狙っていくっていう感じで、スペルもちょっと いっぱい入ってるので、スノーマンとかを並べていって、どんどん殴っていく。エンバレとか今少ないから。で、刃の魔術師で2点与えたり、横に並んだサモンスノー封刃で強化したり、あとはディザスターウィッチ、この6コスぐらいになると、もう最後は締めの段階になるかなと思ってて、グレンの魔術、スタッツがね、もう低いのが欠点なんですが、この6コースぐらいまでになると、もうあんまスタッツとか気にせずに、グレンの魔術顔にやったら勝てるんじゃないかなっていうぐらいの、相手の体力になってると思うから、ちょっとやってみるかいや、なかなか強いと思うで、これは。見た感じ、ほとんど顔にばっか与えていくカードやから、先行を取れるとだいぶ強いかな。で、レビーを確定でサーチできるというのがなかなか強い。だから、進化権は、レビーに使うっていうところを、意識しながら、戦っていくのがいいかなと思います。手加減なし。先行か。先行だとアグロウィッチはすごい強いよな。レビーは大きいんやけど、最初いらんかな。マジックミサイルは悪くないけど。ただ、ニコスのフォロワーがレビーしかいないから、この、最初殴っていけないのか、フォロワーを。フォロワーを並べることができないか。そうか、でも、サモンスノーと封刃のコンボが手札に見えてるので、小賢しいな。いきなり小賢しいな。エミルか。マジックミサイルを、撃って、クズ鉄はめんどくせえな。ルーの繋ぎはオッケーオッケー。とりあえず封刃出す頃にはすごい、小賢しい小賢しいな。とりあえずマジックミサイル撃ちます。で、1コスの何かしらのカードを送ればいいかな。デモンストライクか。ただエミル出せるので。でも見ての通り、本当手札がえぐいな。顔に与えるカードばっかやし、演術とことん小賢しいな。小賢しいエッグトマトやわ。レイを確定で読むっていう手もあるが、サモンスノーからの封刃が次行きたいんですよね。ただ3体しか出せない。ここレイ確定で読んどくかで、次のターンレイと、ルーの貫きでどんどん攻めていって、ちょっとアグロとはいえ3コス4コスから強くなるアグロかな。こんな弱い土の塊なんか多分突破してしまうと思うから、小賢しいな。小賢しいな。レビー出します。ほんまに勝てんのかなこのデッキ。なんか心配になってきたわ。アグロウィッチやになんか攻められてるんやけど謎やな。グレーン打ちます。あれ、ほんまにこんなデッキで勝てんのかな。攻撃、あれ、こうやって攻撃して、でも土も手札がねなくなるのが欠点やから、守備が硬いのが土の唯一の強みやから、それが簡単に突破されてしまった。土のね、いいところがなくなってしまうから、それはまあ別にいいんやけど。そうやな。でも3コスは小賢しいな。ただ手札が本当減ってきたから、これはありがたいことで、とりあえずサモンスノー出します。で、もしサモンスノー残すんであれば次のターン封刃でいけるし、まずマジックミサイルを撃って、オッケーオッケー。で、次のターン、サモンスノーを強化していく。まさか相手もサモンスノーが強化されるとは思ってない。小賢しい。小賢しいな。サモンスノー、そうか、デモンストライク打って、サモンスノー出します。ちょ、まずいなこれ。破砕の近所はなんとなく予想してたけど、
あー、これプレミア結構持ってんな。いや全部プレミアでいくか。あんま意識して見てなかったけど、結構課金してるな。あ、なんか押されてるぞ。アグロウィッチなの押されてるんだが。いやしかもきっちりさ、スノーマンを除去。えぐえぐえぐ。アグロウィッチなのに押されてるんだが。謎すぎるだろう。ね、とりあえず攻撃、デモンストライク、風神が出せなくなる。エミル出します。デモン、いやこれ負けやろさすがに。これ見てるのも痛々しいな。これさすがにちょっと待って、あかん。あが 弱すぎてちょっとお話になんないわ。まあアグロって歌ってるからね、やっぱ1コス2コスのフォロワーをフォロワーを並べていって顔狙っていくのがやっぱ必要やのに、ちょデッキとしてちょっとね。ただ今の土ウィッチやったから勝てなかったっていうのもあるし、やっぱ相性ってあるじゃないですか。相性っていうのは、例えばコントロール系のデッキで超越に勝てないのは当たり前みたいな、そんな感じで、やっぱ相性っていうのがあるから、ちょっと今のはなしにしようか。まあ、アグロやから早く終わったな。早く決着がついたけど、ちょっと、まあ、今やった感じは、弱いわ、このデッキ。相当弱いと思った。高校か。なるほど。それじゃ結構顔に与えるカードが結構多いんやけど、それか手札が悪かったのかな。デモンストライクとか2万入ってたしな。とりあえずまあスペル使ってて、エミルとかヤイバとか、普通にドロシーウィッチの方が強くねえか。普通にドロシーウィッチの方がなんか強いな気がしてきたな。まあでも、こう手札を見る限りはドロシーウィッチと何ら変わらないから、手札的には。これ事故ってるな。ユリウスマルフォイ出します。なるほど。まあでもドロシビッチで3コスまで出せないっていうのはザラにあるから別に構わないけど、これ負けちゃうかさすがに。ゴーレムか、スペルを使いたいっていうのはあるが、まあゴーレムでいいか。とりあえずエミルを、0コスで出していきたいっていうのはあるかな。さあ4コスは小賢しいな。夜の、ま、負けたんじゃないかまだこれ。やばいやばい、フルボッコ。てかアグロウィッチなのになんか押されてるんだが圧倒的に。エンバリ必須やな。とりあえずもうこれエミル出すしかないよな。弱え。ただこれまだ負けてもね、確信するのはまだ早いと思ってるから、まあまあまだ分からんやろ。打ちます。デビルも次のターン出せるし、サモンスノーもまあ3体出せるし、まあ次進化使って、盤面取り返せばいいしな。あーんで小賢しいな。まあでもフォロワーそれだと出せなくなるから、まあコウモリ進化で3、4、5で8点与えられた、あと5点しか命がなくなると。まずいまずい。やっぱアグロ系の弱点ってお互いそうなんですけど、守護がいないから、普通にドロシーチも強いわ。で4点食らうと。えぐいな。まあ、これ相打ち取って、サモンスノーかな、サモンスノー打ってから、エミルを出します。あ、負けたやん。ちょっとヤイバの貧しがもう一旦早が溜まってたな。てか弱え、これ弱すぎるわ。これ最後まで動画見た人おるかな。さすがにちょっと弱すぎて、なんか参考にならない。私自身もあんまやってて楽しくなかったわ。ここまでなんか噛み合わせがね、悪いというか、使ってて楽しくないデッキ使ったのも、久しぶりやなと思いました。ちょっと時間が余ってるので、画像貼って終わらしとくのもいいんですけど、まあ、デッキ最後ね、見て終わらすか。まあ、こんな感じやったけど、
何があるんやろうな。やっぱり2コス以下のフォロワーがいないっていうのと、あ、時間来たからちょっと終わらそうかな、そろそろ。あ、いや、それ10分以上にしたいとか、そういう小賢しい考え方してないからな。